こんにちは、みゆです。本日は埼玉県にある秩父国際カントリークラブさんに私のお友達のマリカと一緒にやってまいりました。マリカです。森ちゃんの今レッスン受けてて、で、まあ、いよいよやっぱちょっとラウンドの回数やっぱ大切かなと思ってラウンドしてもらいたいと思いますんで、はい、お願いします。はい、じゃあみーちゃん念願のオーナーですね。確かに奪還憧れてたら超えられないんで。カリカを憧れてたら、今流行りの大谷さんが言ってたじゃん、アメリカに憧れてたら超えられないんで超えましょう。そうめちゃくちゃ良かったよね後半だけ見た。そう、ね、じゃあ今日だけは今日だけは友達じゃないです。パー4の300ヤードです。わー、右行った。傾斜で戻ってこないの。あ、戻ってきてます。コロコロ転がっておりますナイスショー。いい、いい、これよマリカ。みえさん、ぶっちぎりで抜かれてましたけど、いやいやいや、あれでこそマリカもいつも豪快なんで、スイングが憧れちゃってるじゃないですか。そう、すぐ憧れちゃう。結局私は大谷さんにはなれないですね。もう目輝かしちゃいます。見ちゃうの。それの、でもね、コロコロ転がってたんだよ。つま先上がりは短く持ってあんまここを回さず、こんな感じで。いいよ、ありがとう。おー、転がって、フェアウェイに降りました。作戦ですか。真ん中ですね。やった9番で短く。でかい。乗ったかな。どうだろう。ナイス。残り100ヤードなので私は7番でいます。頑張れ。あ、いいじゃん。うん、頑張れ。いい。しゃー、よかった。よし、行くぞ。こうやってやるって言ってたな。こうすれば上がりにくいって言ってた。で、振りやすい。で、拳1個分。参ります。みーちゃん、わー、オッケー。うん、難しいよね。でも良かったと思うけど。ありがとうございます。なんかまたひよってやつ。やっちまった。なんか跳ねた。いや、いい、すごい。おでもちょっと下りでもやっぱ早いですね。早いですよね。伸びる。あ、広がらない。うん、ナイスです。ありがとうございます。6打です。ボギーです。パー5。大丈夫。うん、でも全然なんか上がってるからね、わかんない。右に行きたくないんで。ナイスショー。ナイスショー。うまい。よしよし。焼き焼き。まだまだ200ヤード以上あるので。左側狙った方が次が近い。オッケー。左ね。左出し。
と前上がりになってるんで向こうにして、ラン頑張れ、ランいいぞ、距離が稼ぎましたね。うん、いいね、ずんずん転がってるよ、ずんずん。いや、いいね、まあ、いいアンスですね。165? でも、すっごい右にあるから、あ、そう、Thank you。 右に行きやすい傾斜、行きやすい傾斜、ありがとうございます。左に行きました。ごめん、ごめんなさい。もう一回行きます。つま先下がりか。やっぱ本当だ。おお、セーフ、残ってます。エンドで、はい、もっと右でした、きっと。あ、ほんとすか。行き過ぎちゃった？トップしましたね。方向はバッチリでした。うん、スタンドで、はい、クロッチみたいに行きます。砂を気にするな。早い、トップしちゃった。うー、残れ、うー、やろはー、くー。ごめん、笑っちゃった。何これ。ごめん。うまい。おー、すごい。 OK です。うまい。最初にやれよって話ですよね。すげえなんか笑ってましたけど。いきます。いいぞ。いいぞ。先生、森先生がいたらナイスって言ってくれ。俺ちょっとざっくりしないかなって思ってた。うまい。いい、ナイスです。ありがとうございます。私は上で待ってました。かっこいいね。煽られてるじゃないですか。はい、わー、めっちゃいいとこじゃん、マリカ。これ出ましたね、また右に行くやつ。やばい。うまい。ちょっとオーバーだな。下手な時はずっと下手になっちゃうな。ああ、でも残った、よかった。いいとこだったんで。いいね、ナイス。ちょっと跳ねちゃった。ナイスパーです。OK です。すごいな。
見えないですな。聞こえるか？左に来たけど。うわ、すごいな。うわ、ちょっと。あそこの全身でいいんじゃないですか、はい、もしゃもしゃに入っちゃったかも。すごいね、これは。すごいですよね。くぅ、左が安牌なんで。ねえ、左に行ったんだけどな。あれ、どこ行きました？左行っちゃった。入っちゃいました。入っちゃった、森の方行っちゃった。森これはむずいですね。でもなんか気持ちいい、ね、うまく打てたら。なんかうまく打ってたら斜面傾斜でコロ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 打って、なんかグリーンの手前まで行くの。え、そうなんだ。距離が出ない人はね、その時は当たりが悪かったと思います。そうね、私は確かに当たり悪かった。でもあれいいとこに行くの結構距離出さないといかなそうだよね、うん、手前のなんかそうですよね、もしゃもしゃに入っちゃう。もしゃもしゃに入る相当な崖っすね。やばいですよね。やばい。あーでもこれちゃんと当たると確かに。そうだって、そうだよね、だいぶ行くんですよ、ね、傾斜になってるからどんどん転がってって手前まで。やっぱやっぱ全身読んだで。はい、あ、ここか。こうです。なんだ前。おー、惜しい。エッジですね。めっちゃでも狙いいいやん、うん、よかったの。私はユーティリティで行きます。うわー、惚れしちゃう。頑張れ。これは森先生に解説ですね。ただカート、おー、戻ってきた戻ってきた。うん、すげえ行っちゃったのは森先生に見てもらいましょう、この部分を。悔しい。もしくは皆さんがあれできてないよってコメント入れてくれるかもしれないけど、もう過去にいや絶対習ってるはずなんですよ。9番で参ります。結果的になんとかなんとか耐えてるかも、うん、またやってる。いやいやいや、事故なしよ。いい、うん、ナイス。よし、うまくした。よしよし、いいタッチ。オッケーです。強いやっぱストロング飲んじゃったから。そうだね、全然なんかお酒のストロングのイメージしかない。マリカちゃんが言うと。うん、ナイスナイスイン。ナイスです。ドデカミンストロングは。どうですか、みえさん。はい、あの今6ホール終わったのかな。そう、あ、違うな、7ホール終わったのか。そうですね。あ、うん、いい感じですね。まず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 だと思います。一昨日より全然。そうだね。え、そうです、一昨日も一緒に行ってるんですけど、一昨日はもうなんか緊張、コンペだったんですよ、うん、コンペあんまり経験もなくて知らない人と回るっていうのがもうすごい、撮影よりも緊張したかもしれない、小さいっていうので、もうガチガチのだったんですよ。めっちゃ綺麗。本当だ、それはすごいっすね。綺麗。